ごい大事で感じ取ろうと。要はその今そこで耳かすその神経を車に触ってるところから入ってくるインフォメーションに感じ取ろうという意識を持ってやってることが大事で、来る景色に対してこうパイロンを倒しながら走ってるだけじゃ何百周走っても成長しない。そうですね、さっき言ったブレーキポイントを決めて同じようなものをやってる、それを感じてるか。だからその常にもうこの今乗る車が前とかいろんなの乗るから、この車はフロント荷重をちょっと残して曲がった方がいい車なのか、むしろかけない方がいい車なのかって